ちょっと待ってよ。はい、豚汁作ります。はい、皆さん、最終日なのでぜひみんなギフトをよろしくお願いします。クリスマスギフトよろしくお願いします。最終日なので、はい、ちょっとお料理配信します。みんなクリスマスギフト協力よろしくお願いします。今日も大きなギフト投げてくれた方はお名前書くので、お名前書きます。はい、じゃあ始めます。ちょっと私もね、全然わかんないので、ちょっと皆さん教えてください。お願いします。はい、どうしよう、まずどれ、ちょっと待って、先じゃあ切りますね。ちょっと一回手洗って、よしよし、落ちた、ちょっとシーンとするよりはちょっとテレビつけてた方がいいかなと思って、ちょっとテレビの音入ってます。ちょっとシーンとするよりはね、ってことです。じゃあ先水入れたの、飲むどこ行った、あれちょっとわかんない、どうしよう、どの包丁が一番切れるんや、ダメなの？ちょっと音量低めにしとこうか、じゃあしとこうか、はい、じゃあ大根、大根って、え、渋い目が来てるやん、料理してるね。大根これどんぐらい、半分、全部、うん、全部取ります、半分、クリナさん半分、3分の1、これ下、上の方が美味しいとかある、下でいいです、え、下かい、もう上切った、え、綺麗、なんで、え、 OK、ピーラーで剥く、あ、違う、ちょっと待って待って、おい、
みんなも今度料理配信しよう。すごい、むきやすすぎやろ。意外といけそうな気がします。どうやって切るのこれ？三角なの？こう？こう反対の形。こう？うん、これ切りやすいやつね。見た目的に切りやすい。これどうやって切るの？あ、手危ないよ。どう切るこれ？そうそう沸かしてっていい。水に沸かしとった方がいい。よし、じゃあ大根を入れます。あ、違う、火つけた。強火？どっちも。はい、じゃあ大根を入れます。沸騰させます。いい音してるでしょ。友蔵さんプレゼントありがとうございます。ともっちさんプレゼントありがとうございます。クリゲンさんクマありがとうございます。対策特急さんクマありがとうございます。ケチャップ社長さんクマありがとうございます。まさむねさんクマありがとうございます。マーボーミルさんクマありがあごめんなさい、まさむねさんプレゼントありがとうございます。
マーボーミューさんプレゼントありがとうございます。まさきひろさんプレゼントありがとうございます。快速特急さんプレゼントありがとうございます。ルークさん決勝ありがとうございます。ドラクエさんクマありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今から人参切ります。フォークいる？あんまりフォークそんなに必要じゃないので、一個でいい。肉から使えば。は、最悪。ある？ないぞ。ね、豚肉ないと豚汁じゃないって。いってらっしゃい。ババに。お肉って言った？ああ、じゃあ忘れてるね。これ人参1本使っていい、うん、ただの味噌汁。私一人だけになりました。さてどうしろというのでしょうか。イモッペいますけど、イモッペは絶対頼りになりません。さあ私どうすればいいのでしょうか。人参むけた。ほんだらどうしよう。人参の葉皮むかない葉とかいる。いちょう切り。どうしよう。だん半分に。あっ！よし！来たかな？いい感じ、いい感じ。お湯が沸けてるような気がする。みんなクリスマスギフトをよろしくお願いします。クリスマスギフト。いや、みんながね思ってるよりは絶対できてると思いますよ。多分。どうした？まだ。今ね、これ人参と
大根切りました。まだ良さそう。ギフト読みよう。ありがとうございます。みんなムハンマドさんプレゼントありがとうございます。マーボーミューさんプレゼントありがとうございます。テタラさんプレゼントありがとうございます。ドラクエさんスノードームありがとうございます。あ、沸騰した。じゃあ入れます。で、これさ、ボチャンってならない？え、ボチャンってなんだ。え、どうすればいいの？大切っていい？どうやって入れてる？ボチャンってなるやん、絶対。人参を取った。スタート。こんにちは。ちょっと今豚汁です。結構どうやって入れるの？え、どうやって入れてるの？いつも。もう何で入れたのが怖くない？入れるのが一番いいね。時間かかるけど、よし、一旦全部入った。はい、ちょっと人参拾いました。ちょっと待って出たね。もう入れていい？出汁が出た。椎茸入れます。どうやって切るの？これでいい？このまま？全部入れていい？
よし、来た。あ、来てる。半分？違う。ぐらい？違う、違う。あー、めっちゃ細く？あー、これや。もう入れていい。洗ったやつ。完成です。さあ、一旦まな板洗う。次はこんにゃく？肉？じゃあ豚肉。全部出してバッツ全体に。昨日見たんでね、そういうこんにゃく。
こんぐらい？お料理の差し支えそう言えません。もちろん言えません。お肉投入。芋を入れます。これ切るの1個でいい？うん、変わった。うん、入れる。さつまいもは皮を剥きます。ピーラー最強。も切れましたら、うん、これ普通に輪切りでいい？ママいちょう切りでいい？みたいに切ったんじゃん。どうやって？危ない、一回半分に切る。違う、一回半分に切る。うん、うん、怖い。はい、うん、で、縦にして危ないよ。縦にしたい。縦で反対で。ちっちゃい、うん、ちっちゃい、うん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 、
難しい、さつまいも。全部、どっちも全部よし。もう一個さつまいも入れていいらしいのでもう一個入れます。ギフト読みますね。深田寛兵衛さんプレゼントありがとうございます。かずみさんプレゼントありがとうございます。ケチャップ社長さん、決勝ありがとうございます。トゥエールさんプレゼントありがとうございます。しーちゃんさんプレゼントありがとうございます。こうちゃんプレゼントありがとうございます。むつきさんプレゼントありがとうございます。杉太郎さんプレゼントありがとうございます。のりぺさんプレゼントありがとうございます。最終日なのでみんな協力お願いします。お願いします。ということで私は芋を切ります。こんにちは。
でこれ切れないんだ。え、もうこんにゃく入れていいと？全部？白菜はいつ入れる？こんにゃく入れます。なんて？今から？この1個当たった人は当たりということで、なんか気持ち悪い。よし、半分ぐらい入れた。ちょっと汁減らしてどうやって減らすの？お玉で一回混ぜて、
あー、ところで、頭でちょっと見したら、頭短い、あっちい、このボールに入れていけばいいやん、ペペペペ、めっちゃいいね、それはちょっとだいぶ多いね、汁だけ多い、汁多い、まだ多いわ、熱くなるよ、それ置いとかん、下に置いとかんと熱くなる、具が入るよこれ。もうちょっと。このスープどうする？ちょっと待って、もうちょっと戻して。え？ああ、もうちょっと。よし、はい、はい、あと半端し入れて、うん。よし、ちょっとその前に椎茸。捕獲せな。いい、そんな何個か。いい？熱いよ。こっちが置いとく。こっちが置いとく。じゃあ、これでどんくらい？めっちゃ？何周ぐらい？入れていいの、もうちょっと火ちょっと強くしたら、あんまり、強くじゃない、どんぐらい入れるの、はい、4分の1ぐらい、4分の 1？ じゃあ半分切って違うやろ、うん、もうそう、え、寝かしてやって、お何がこういうのいや、そんなの切る高機能って上から
ういうこと？どうやっていけるいや待って笑い事じゃないってできるの。なんかちょっとサブチ汚くなる。違う違う。すごい。うん、ほら見て、中見て、全部。そこ先取ったら汚い。抜いてきる。抜いてきる。むしりむしり。まっすぐや、もうまっすぐ切り危ないけど、あ、手危ないよ、ずっとこう、うん、で、こっちも、うん、うん、はい、何してるんですか、美味しいの、美味しいの、で、このままずるずる大きいって言ったわ、大きいやろ、大きいやろ、どんくらい、うん、そうそうそう、え、待って、難しい、どういう時の、恐ろしい手元を映してやろうかな。やっぱどうすればいい。でも、これ逆向きした方がいい。うん、
よっしゃー、入った。私もう終わりじゃない、もうお味噌溶くだけじゃない。ね、です。ちょっと汁なんかに使えるん。いや、なんか少なくなったら入れたらいい。ね、火弱くない？もうちょっと強くして。あ、いや、多すぎる。ドキドキするね。ホラー映画よりドキドキせんでしょ、絶対。絶対せん。よいしょ、だいたいできました。よし、ちょっとイベント参加中なのでみんな協力お願いします。リーなんだこれ、リーさんプレゼントありがとうございます。のりっぺさん決勝ありがとうございます。ケチャップ社長さんプレゼントありがとうございます。リーバップ団長さん、あ、
化粧ありがとうございます。マーボーミューさんプレゼントありがとうございます。車屋さん化粧ありがとうございます。そうです、もう今日イベント最終日なのでみんな協力よろしくお願いします。いいよ、また夜配信もしますよ。はい、5時から6時半までするのでみんな協力よろしくお願いします。クリスマスギフトお願いします。お願いします。イベント最終日なのでみんなギフトよろしくお願いします。お願いします。てるやひでとさん初見ありがとうございます。何時くらいに食べ行ったらいいですか。もうできるのでもうすぐ。福きよさんプレゼントありがとうございます。豚汁好きなんですぐなくなるんですよ。なので大量に作ってます。ムハンマドさんプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。ビリーターターさんプレゼントありがとうございます。豚汁です。豚汁作ってます。豚汁です。ね、ブラジルと豚汁何が違うんだろう。豚かトンか、うん、最終日なのでみんなギフトよろしくお願いします。はい、最終日なのでみんなギフトよろしくお願いします。豚汁、豚汁と豚汁、え、な、言い方違う。うわみさん、くまありがとうございます。ありがとうございます。のりっぺさん、決勝ありがとうございます。
味噌入れます。パパ？パパはしない。いっかん。僕はもう入れないです。カレーは作らないです。今日豚汁、豚汁作るので。カレールーは入れないです。クリナさんがね、ご飯に味噌塗ってね、なんかみりんと醤油入れてね、味噌おにぎり作るやつ。美味しいって言ってた。そのネギ美味しそうやった。めっちゃカレーにしようとする人たち、やめてくださいよ。ちょっとみんなカレー好きなのはわかるけど、いいんじゃない。まだか。お皿がなくない。こっじゃあ味見してみます。ちょっと でも2回しか入れてないのか。大丈夫、まだ薄い。薄い薄い。めっちゃ薄いもうちょっと、少し使うの偉い。少し使うの。
なんか分からん、どんぐらいなん。いや、飲んでみればいいじゃん、うん、お皿入れて混ぜた、下から、うん、妖怪入れたから、うん、お皿入れて、ちょっと薄い、うん、薄いこれ全部入れて、箸でした方が幸せよ。運動筋です。ずっとこれ、みさの CM 待ってます。みさの CM 運動筋、甘いやつ、うん、いい、多分はい終わり、完成、完成しましたけど完成です。どうすればいいんだ、感じです。意外といいんじゃないですかね。食べましょう。じゃあちょっとつきますね。お皿を出します。
美味しそうでしょ、みんな。そう、見た目はあれでも美味しいの、大丈夫なんですよ。完成。ちょっと待ってね。はい、完成。学校冬休みです。暑いので食べれないかもしれない。じゃあいただきます。ママはいりませんか。ママあったんじゃないですか。 あ、ダメ、暑い。あ、ダメでした。なんでみんな違うものに変身させようとするの。博多セミナルさんプレゼントありがとうございます。今日豚汁作ってください。みんな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 豚汁、みんなカレーに変身させたすぎでしょ。運動筋さん見てますか。見てますか。猫舌です。むっちゃうまい。うん、めっちゃ上出来。やばいと思う。え、だからちょっと薄い気がする。分からんけど。あ、大根めっちゃいい。ちょっと分厚いけどね。美味しい、めっちゃ変わらん味が。人参はいます。
シールはハートを当たりしました。具材はいつもだいたい決まってる、決まってます。だいたいこれ。今度はトマト入れよう。私あのラジオのあのトマトジュース飲んでもうトマトもう無理になっちゃってもうもうラジオの本当はでも本当に無理でしたね。あれちょっとザワちゃん美味しいって言ってたけど、ちょっとすいません、クチャブ社長さん、ちょっともうトラウマになっちゃって、もうトマトが無理になっちゃって、ちょっとだってトマトジュースと牛乳ですよ。どう思いますもう無理です、もうトラウマですね。1対1でね、混ぜたらなるらしい。そう、ウェルカムドリンク、あれもう本当に無理。トラウマです。友達からもらったコップです。はい、よし、じゃあこの後は自分のお部屋で1時ごろまでじゃあ配信します。よし、じゃあそれでいきましょう。あ、一回切って。じゃあ一回切ってすぐに始めます。はい、じゃあ豚汁配信ありがとうございました。その前にじゃあ今のランキングを一回読もうかな。
HKT 超絶おじさんプレゼントありがとうございます。ハトさん、クマありがとうございます。キータンさんもクマありがとうございます。アオイちゃんハートありがとうございます。ダルマもありがとうございます。プレゼントもありがとうございます。アレキシさんプレゼントありがとうございます。よし、じゃあ一旦今のランキング読みますね。13位ミノルタンタンさんありがとうございます。12位博多勘弁さんありがとうございます。11位ブタブタさんありがとうございます。10位シロさんありがとうございます。9位はワミさんありがとうございます。8位ニシプーさんありがとうございます。7位ニシーチャーさんありがとうございます。6位マーボーミューさんありがとうございます。5位トリルさんありがとうございます。4位ウマゾウさんありがとうございます。3位ノリッペさんありがとうございます。2位キータンさんありがとうございます。1位ケチャップ社長さんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ一旦切ってすぐに始めます。見に来てください。はい、ありがとうございました。バイバイ。こんばんは。こんにちは。お部屋に戻ってきたので1時までします。ありがとうございました。豚汁を作りました。ちょっと待ってね。ただいまです。みんな今お昼休憩ぐらいかな。お昼休憩かな。はい、めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかった。ちょっとココペ、ちょっと意外と料理の才能あるかもしれないですね。意外とね、料理の才能ちょっと開花しちゃったかもしれないですけど、葵ちゃんだるまありがとうございます。ウオウニオンさんプレゼントたくさんありがとうございます。ポルンガさんプレゼントありがとうございます。はい、イベント最終日なのでみんなぜひ協力してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。葵ちゃんハートありがとうございます。今度は焼き物とかチャレンジしてほしい。焼き物きっと豚汁が作れるのでいけると思います。きっとね、豚汁が作れたので。でもね、今回結構ね芋が美味しかった。芋が当たりでした。当たりの芋でした。芋が美味しかった今回。葵ちゃん決勝じゃない、ごめんなさい、プレゼントありがとうございます。しーちゃんさんじゃない、ごめんなさい、キザピ社長さん決勝ありがとうございます。ハンバーグね、ハンバーグこねないといけないよね。ハンバーグいけそうだな、なんか。
けるような気がする。ロイモゴイス美味しかったね。焼くのは火加減大事。確かに焼くの難しそう。意外と次こそカレーよ。みんなねカレーね食べたすぎなのよ。みんなカレールー入れてってカレー食べたすぎやんカレー食べたすぎ。うちは里芋だな。あ、さつまいもより里芋なんだ。オタクはカレー大好きだからうん、そうなんですね。みんなカレー大好きなの。みんなカレー好きなのそうなんですね。みんな葵ちゃんハートありがとうございます。ありがとうございます。色黒おっちゃんプレゼントありがとうございます。プレゼントありがとうございますいやね、今日オムライス作ろうか迷ったんですよ。そうだけど豚汁になりました。おしゃれなカレー屋さんにいつも通ってる方がいて羨ましいな。おしゃれなカレー屋さんなんて私あんまり行ったことないですね。ココペ柚子胡椒好き。私柚子胡椒大好きです。豚汁にも入れます。フォーゴテーブル豚汁まだ余ってますよ。めっちゃだってあんなに作ったからね。余ってますよ。余ってる。余ってます余ってます。日替わりでいろんなカレーが出るお店。カレー好きはねめっちゃいいね。そこでもオムライスはケチャップかデミグラスソース。ケチャップ。私はケチャップかける。これさ、文字のさケチャップじゃ足りないんですよね。わかります文字のなんか文字書くじゃないですか。みんななんかオムライスの上にさ、あのケチャップの量じゃさケチャップ足りないんです。今度劇場で販売してください。600円。600円。ちょっと考えますね。ちょっと考える今日休みでよかった。ココペクッキング見れたって。夜配信もするのでぜひ来てください。片付けもしないとね。片付けちょっと冷たい洗い物をしないといけないですね今から。ニコニコゆいなちゃん最近カレー不足らしいそうだカッペのコースター付きなら1000円出します。あー、まあちょっと考えるかな。おしとリンクとセットで豚汁絶対合わんやろ絶対合わん。豚汁とあのおしとリンク、私の味は絶対合いません。おし味噌汁やばい。
干し味噌汁はやばいやん。けて1時までやります一旦で5時から6時半まで配信します。それで最後なのでみんな協力してくれたら嬉しいです。お昼はね平日だしあんまり見れる方が少ないと思うんですけど、そう、ハンちゃん達成できたからね、ちょっと私も頑張ろうと思ってお昼配信もやってます。ハンちゃん、見守り中さん、決勝ありがとうございます。あおいちゃん、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。昔リコピがイベント会場でカツ丼作ったことあったよ。へえ、カツ丼すごいすごいですね。ね、ハンちゃんすごいよね。そう、ちょっとできるだけ配信するのでぜひ協力してくれたら嬉しいです。あおいちゃん、決勝ありがとうございます。 HKT 超絶おじさん、決勝ありがとうございます。マーボーミューさん、プレゼントありがとうございます。マイナさん、プレゼントありがとうございます。杉太郎さん、プレゼントありがとうございます。はい、ちょっとそう、ヤシタンさん、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。ケチャップ、ケチャップになってるケチャップになってるやん。ケチャップ社長さん、決勝ありがとうございます。キータンさん、プレゼントありがとうございます。仕事に戻ります。夜配信ぜひ来てください頑張ってください。そうです、もう最終日かって。そうなんです、もう最終日です。ぜひみんな協力してください。ハノンさん、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。パチ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 。ハンちゃんすごいよね、朝配信で。すごいよね、38万から53万だ。そう、一緒に頑張ろうって言ってるのでみんなぜひ協力してください。キータンさん、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。コップ、お昼ご飯もう一回豚汁食べますか。どうしようかな、ちょっと迷い中。ハンちゃん、見守り中さん、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。私もゲットしたい私もゲットしたいです。ゲットしたい、ゲットしたい。そう、今日は園さんの卒業公演ですね。そう、私も卒業公演見たいのでちょっと6時半までにします。ぜひ協力してくれたら嬉しいです
みんな見たいから。どれを投げればいい感じ？クリスマスギフト、よろしくお願いします。クリスマスギフトです。クリスマスギフトしか加算されないので、よろしくお願いします。ちょっとテロップ入れ、葵ちゃんプレゼントありがとうございます。ハンチメモリ中さん、たくさんプレゼントありがとうございます。夜配信もあります。夜配信ね、5時から6時半まで1時間半やるので、それでもう終わりなのでお願いします。プレゼントの箱みたいなやつだけ、いや限定のギフトなら全部加算されます。ぜひ協力よろしくお願いします。そのちゃんとお話できましたか？ちょっとだけできました。うん、早い。太陽さん決勝ありがとうございます。そう、季節っていうところのやつだけです。そうなんですよね。クリスマスギフトしか加算されないです。化粧でも大丈夫です。ありがとうございます。そう、今22万だからね、ちょっとはい、ちょっと頑張ります。ありがとうございます。昨日結構みんなから協力してもらって、ちょっと近づけたのでね、今日もよろしくお願いします。ハンチャイ桃森中さん、決勝ありがとうございますよろしくお願いします。広い花、チャージ。はんちゃん今日そのちゃんのバックダンサーかなって。どうでしょうね。あ、不足がどうなんでしょうね。唇をもう少し丸めるハンデメモリ中さん、たくさん決勝ありがとうございます。ケチャップ社長さん、クマありがとうございます。ありがとうございます。クマ友達はココップのアンダー初日公演を当ててて羨ましい。お友達おめでとうございます。お友達ちょっと発見しないとね。28日、ニンニンさん初見ありがとうございます。ニンニン多分違うけど、ニンニン28日、お名前言ってくださいみんなね。なんかお名前言ってくれたらわかるかもしれない。なんとかですって言ってる。あ、ショールームってなりそうなので、名前言ってくれたらわかると思います。ルークさん、決勝ありがとうございます。決勝ありがとうございます。23万1994ポイントです。50万までお願いします。 DMM になるけど28日楽しみ。
ぜひ見てください。なんか初日は結構映る率高いらしいので、ちょっとぜひ DMM でもご覧ください。ハノンさんプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では仕事行ってきます。ぜひ夜配信も見てください。いってらっしゃい。いつか行くとなったらうちはもう作って持ってくよって。嬉しい。うちは嬉しい。うちは見つけれたらいいな。ちょっと緊張してさ、見つけれなかったらちょっとどうしようかな。ねえ、ちょっと緊張しないように。めぐん豆太郎さん初見ありがとうございます。ありがとうございます。今日でイベント最終日ですか？そうです、イベント最終日なのでぜひ協力お願いします。協力よろしくお願いします。ラストスパートです。落ち着いて応援してるのでありがとうございます。落ち着いて頑張ります。落ち着いて落ち着いて頑張ります。ここでお昼配信珍しい。最近はね、夜しかしてなかったから珍しいかも。神戸のヒッキーさん初見ありがとうございます。神戸県、神戸県じゃない神戸市リンリンリンカですね。兵庫県はリンリンリンカです。兵庫県、兵庫県、クリスマスギフトよろしくお願いします。これ楽しむことですね。頑張ります。ちょっと緊張しないように。そう、ハンちゃんもアンダーデビュー決まったんですよ。ハンちゃんもね、出演メンバーにもね出てたよね。1月9日のパジャドラでハンちゃん出ます。頑張ってハンちゃん頑張ってハンちゃん。ハンちゃんも全然、ハンちゃんめっちゃ喜んでて私まで嬉しかったわ。嬉しかった。ユニットはしっぽかジャンヌ。おお、ハンちゃん何でも似合いそうです。あ、クリナさん来てくれた。やったー、嬉しい嬉しい嬉しい、ちょっと嬉しいです。ありがとうございますありがとうございます。カシャカシャカシャ
ちょっと さっきねブラジル作ったんですけど、さっきブラジル作ったんです。ちょっと遅かった。ロッキーの母。そう、さっきブラジル作ったんですよ。ファンの人のブタ汁ツイート見てきた嬉しい、ありがとうございます。皆さんもそうですうれしいうれしいしか言ってない。うれしい、心ちゃんこんばんは。まさひろさん初見ありがとうございます。泊まらせてくださいって言っちゃいな。泊まらせてください、泊まらせてください、みんな言ってるもんね。はんちゃんも言ってたし、はんちゃんも言ってたしね、ゆなゆなも言ってた、しぶいちゃんも言ってた、みんな言ってた。まさひろさんハートありがとうございます。アッキーザラ大好きマンさんプレゼントありがとうございます。いいよ、じゃあみんなでちょっと駆けつけに行こうかな。みんなでちょっと失礼します。すごいごちそう振る舞ってくれそう、楽しみですね。ちょっとそれちょっと楽しみ。みんなアンダーデビューしてきてますね、みんなアンダーデビューしてきてますねしてきてますね。そう、ちょっと新公演がね出るから、うわ違う顔が似合うけどってやばい、ちょっと引き締め、引き締めです。まあもう1時になっちゃうね。じゃあそろそろかな。福岡の人たちは鶏肉が好きみたいだけど、ココッペ好き。私鶏肉大好きです。多分鶏肉が一番好きな気がするわかんないけど、引き締め、結構ねあのリセット公演ね、クリナさんとねなんかね近いところが多い気がしてるんですよ。ちょっとなんかいやわかんないけど多い気がしてちょっと嬉しいんですけど、多かったらいいなっていう感じです。葵ちゃん決勝ありがとうございます。決勝ピアノのところあるよってですよね。私あのペアのとこ1個見つけちゃってね、ちょっとそれ言っちゃうとさ、あのポジがわかっちゃうから
お楽しみに。23日はまたしてもバックダンサーで見れて嬉しかった。23日、あ、バックダンサー出ました。私ヒントですね、ちょっとどこら辺かは。サナちゃんペありがとうございます。ペペペ、楽しみにしてます。楽しみにしててください。ちょっと立ち位置を頑張ります。ちょっとここに資料があるんですけど、ね、立ち位置がちょっと覚えないと。カードの人さんプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。プレゼント楽しみすぎて寝れないな。絶対爆睡してるでしょ楽しみすぎて爆睡してる。遅れ毛の巻き方、これはあのやばい残り5分っていう時に巻きました。なのであんまり見ないでください ケチャペペ増えてる。ペがケチャペペペさん、消しをありがとうございます。葵ちゃんプレゼントありがとうございます。キータンさんプレゼントありがとうございます。ケチャペペペペが増えてる。あ、じゃあ13位になるので13時になるのでちょっとランキング見ます。13位杉太郎さんありがとうございます。12位ルークさんありがとうございます。11位 HKT 超絶おじさんありがとうございます。10位そのみさんありがとうございます。9位みのるたんたんさんありがとうございます。8位しーちゃんさんありがとうございます。7位キータンさんありがとうございます。6位マーボーミューさんありがとうございます。5位あおいちゃんありがとうございます。4位ハノンさんありがとうございます。3位まえのさんありがとうございます。2位ケチャペペペさんありがとうございます。1位はんちゃん見守り中さんありがとうございます。はい、今日は豚汁作ってからの配信でした。はい、次は5時から17時からです。ぜひ最後なので協力してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。長時間配信、はい、クイナさんもありがとうございました。ありがとうございましたちょっと、はい、ありがとうございました。イベント頑張れ。頑張ります。はい、ありがとうございました。